え、銅はまん延防止等、重点措置が解除された後も、も札幌の飲食店に営業時間短縮を要請する方向で検討しています。銅は札幌中心部の人出が増えていることや、感染経路不明の感染者が増えていることから、まん延防止措置終了後の12日以降も札幌市内の飲食店に時短要請を続けることを検討しています。アルコール類の提供は午後8時まで。 営業は午後9時までにそれぞれ1時間緩和する案が浮上しています小樽市、石狩地方、旭川市の時短要請は解除の見通しです対策は明後日正式に決まる予定です道内の今日の新型コロナウイルスの感染者です札幌市は33人、函館市は9人 旭川市は5人、道は20人の合わせて67人の感染を発表しました。死亡した人の発表はありません。道内で死亡した人の発表がなかったのは4月5日以来です。また札幌市によりますと、市内で確認された新型コロナの感染者のうち、札幌市中央区の10代の女子専門学校生がデルタ株に感染している疑いがあることが分かりました。 同外との往来歴はないということです道内でデルタ株への感染が疑われる事例は三例目です